では次の任務を伝える。ついてきたまえ。はい。科学力ってやつなのか。こっちだ。我々が使用しているワープドライブの設計思想も実はエルダーよりもたらされたものなのだが、本家の技術は我々のはるか先を行くものだった。我々では成し得なかったワームホールを使用しない亜空間バブルによるワープの独立候補が今我々の目の前に実現化しているのだ。外観こそ以前とさほど変わらないが、中身はもはや数世紀先の宇宙船だよ。すごい。マーベリック君、今日から君がこの神聖カルナスの船長だ。僕が船長？今日までの君の任務遂行能力を見て本部に推挙した。じき正式な辞令も下るだろう。しかし、それでは新たな任務を与える。 SRF スペースシップ3号機カルナスとそのクルーの新任務、それはワープ可能圏内の未開惑星探査および消息を絶ったアキュラの捜索以上だ。サイオンジ君は副長としてマーベリック君を補佐してやってくれ。はい。なおエルダーのフェイズ・シファー・ベレス、君もこの任に組み込まれている。僕ですか？おや、君たちはすでにチームではなかったのかね。はい、僕たちはチームです。喜んで任務に就かせていただきます。君の言いたいことはわかるつもりだ。だがあのワープ事故以来 SRF はすでに半壊状態。船長クラスは皆重傷の身で、この任に耐えられそうにない。私もこの基地を指揮するだけで手一杯なのだ。かといって他に多くの隊員をつけてやることもできない。少数精鋭による困難な任務となるだろう。それが可能なのは現状君を置いて他にない。どうだろう、引き受けてはもらえないか。僕はいくつもの偶然に助けられてここにいる。実力で船長を勝ち取ったわけじゃない。だからこそ二人の力を貸してほしいんだ。うん、私頑張ってエッジを支える。だから一緒に連れてって。僕もレイミさんと同じです。必ずお役に立ってみせます。エッジさんからはまだまだ学びたいことがありますしね。僕から学べることなんて何もないと思うけど。ありがとうレイミ、フェイズ。カルナス船長の任、謹んで拝命します。うん、では準備ができ次第出発してくれ。君たちの航海の無事を祈っている。はい。
メインエンジンポート接続。どう？船長席の座り心地は。これがクローの見ている世界。エッチ？船長ってやつはさ、この船のすべてとクルーに対して責任を持たなきゃいけないんだよな。重いよ、すごく。クローはいつもこいつを背負ってるんだ。よかったじゃない、エッチ。また一歩クローさんに近づけたんだからね。ああそうだな。まあこの船のクルーは僕たち3人だけですが言われてみればそうですね。だからエッチ、変に気負わないでいつも通りのエッチで行こうよ。そうだな。でもきっといつかこの重さを背負えるようになってやる。行こう、星の海へ。発進準備はできているわ、エッチ。こちらもいつでも行けます。よし、カンナス発進。了解。
ち。はいはい。ウェルチちゃん、芽生えの時。ちゃんと観察日記はつけてるかい？連絡はもう行ってるよな、ウェルチ。彼が新しい仲間、エルダー人のフェイズだ。私のボケをスルー？いつの間にそんな高度なスルー技術を。お初にお目にかかります。エルダー人のフェイズ・シッファー・ベレスです。ファーストコンタクトの新人君も動じてない。この野郎、とんでもないぜ。そういうウェルチも初対面でこの野郎とか言うなよ。なんでしょう。今さらビビっても遅いわ。ま、それはそれとして、この子が噂のエイリアン？ふむふむ、あんまり地球人と変わんないね。こんなのかと思ってたんだけどね。グギャー、主食はあれな感じの肉。ごめんフェイズ、彼女悪気はないんだ。いえ、構いません。こういった誤解には慣れていますから。なんちゃって、ごめんねフェイク。あれ、フェイターだっけ？じゃあフェイルで。フェイズです。そうそう、フェイフェイ。さっきのあれはね、本当は地球人の正体なのよ。地球人？エッジがあと2回脱皮したらあの姿になるから、食べられないよ、気をつけろ。じゃあバイビー。おいウェルチ、去り際に妙なこと言うなよ。念のために言っておくけど、嘘だからね。ええ、もちろん分かってますとも。Thank you.
気のせいか。